皆さんこんにちは。 Grow with you ベクタです。チャレンジ4、お疲れ様でした。お疲れ様でした。よく頑張ったね、みんな。はい、はい、ダンスの方ね。そうですね、サプライズもありましたし、はい、いやー、よかったね。懐かしかったね。びっくりした。確かに。みんなじゃあもう何回も見直していただけると嬉しいです。そうですね、お願いします。お願いします。さて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 、何か毎度のことの次のチャレンジを発表。おお、はい、チャレンジ5です。おお、5だ。5まで来ましたね。5まで来ましたね、はい、ついに発表します。はい、ファンレターすべてお返事書きます。おお、すべて、すべて。今まで送っていただくとかいっぱいあると思うんですけど、はいはいはい、まあ、そういうのがもう今チャレンジベクタル6チャレンジ中に送っていただいた分のファンレターを僕たちすべてお返事。おお、いや、それも、あの、いつもね、そのベイトの皆さんとかからいろいろね、応援とか、なんかファンレターとか書いていただいて、もう応援してもらって、僕たちもめちゃめちゃ元気出てるので、はい、やっぱりそれのちょっとした恩返しじゃないですけど、で、今回ファンレターを書く、全部書きますということで、はい、手紙なんですけど、はいはい、ファンレターが4月27日まで、はいはい、そこまで届いたやつを僕たちはお返しできるので、はい、もし送っていただける方がね、はい、ベイトの皆さんいらっしゃいましたら、はい、4月27日必着でお願いします。お願いします。じゃんじゃん、お願いします。送れたら嬉しいですけど、もうね、1000枚来たら1000枚書く。そうですよ、全部書きましょう。そうですね、全部お返しします。今回もですね、ベイトの皆さんに応援要請があります。何ですか？応援要請はですね、はい、もちろんファンレターとかでたくさん多分僕たちに愛をくださっているんですけど、はい、それじゃ収まりきれなかったよっていうのもあると思うんですよ。もっといっぱい語りたかったとか聞きたかったってあると思うので、その動画とか、まあ、内容だったりをツイートしていただいて、ハッシュタグベクタル 6C、 いつものチャレンジの C ですね、とあとハッシュタグベクタル愛、はい、ラブですね、ベクタル愛をつけてまたツイートしていただけたら、こうまたささやかなお返しがねあるので、はい、あのそちらもぜひぜひよろしくお願いします。その応援要請のお返しとして、はい、今回はファンレターは僕たち全部書くチャレンジをやるんですけど、はい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 、それとは別で、あのボイスメッセージをー抽選で送らせていただきたいと思っております。はい、応援よろしくお願いします。お願いします。じゃんじゃんツイートもファンレターも送ってください。お願いします。頑張ろう。頑張りましょう。以上ベクターでした。バイバイ。